はい、こんにちは。長宗我部元親の像の下まで来ましたね。ここは高知市長浜といいまして、私の母のふるさとなんですね。今日は天気が良くてね、久しぶりに来ました。まあやっぱりこの母の地元に来るとなんとなくこう細胞も落ち着くというか、やっぱりたまに来なきゃいけないなと思いますね。まあ鎌倉で言えば八幡宮、この高知で言えばこの若宮さんということになるんでしょうね。まあ、海に向かってですね、ずっとこう一本筋に道が続いてるという形で、もう基本的に古くからこの地域の農耕の神様だったということなんでしょうけどね、形からすれば。まあ今は長宗我部元親のその地元、山内一豊が土佐に入るまで戦国時代、この長宗我部がこの辺りを土佐を、まあ、四国まで仕切っていたということですけどもね。はい、よいしょ。はい、こんにちは。いい天気でね、母親のふるさとの長宗我部さんに会いに来ましたけどもね。ほんと天気のいい時はほんと気持ちがいいね。まあ、こういうようにずっと海に向けてまっすぐ道が伸びてる鎌倉と同じ形ですね。はい、明日ね高知で裁判があるんで、地元の高知に帰ってきました。まあ、また東京にとんぼ返りしなきゃいけないんですけどね、ちょっと今日は空港に着いてから天気もいいし海を見に来ましたけど、これもすぐ近くが長浜というだけに海なんですね。まあ、坂本龍馬脱藩の道も実はこの長浜から、続いてまして、愛媛県の長浜に抜けたと。でそもそも山内一豊は琵琶湖のそばの長浜から来たということでね、まあそういうことなんじゃないんですかという、まあ多分ね、今例えば三菱 UFJ 銀行だとかみずほ銀行だとかいうふうになってますけど、まあ、そういうこう金融だとかその当時のその大事なその仕事、今は銀行であったりいろんな大きな会社があるんですけど、その当時山内一豊、それからまあ250年ぐらい下がって、坂本龍馬ということになるんでしょうけど、まあ、そういうその時代時代にですね、生きた人たちにとってまあメジャーなコードネームのようなものが地域の名前として、そもそもはその地域の名前というのはそういう言われもあるんだろうと、有名な人であったり今でいうところの大きなカンパニーの名前であったりグループの名前であったり、まあ今でいうとほらソフトバンクグループだとか、まあ以前はセゾングループだとかあるでしょ。そういうのがずっとずっと以前にですね長浜という地名になって、そして全国にある長浜っていうのは我々が今考えている、例えば三菱グループならば UFJ 銀行ですねというね、三井住友ならば SMBC ですねとか、そういうこうグループの名前がこの地名になったんじゃないかというふうに思いますけどね。まあここは神社なんですけど、まあ、古くからある神社っていうのは仏教とのその集合の雰囲気を残してますのでね、まあ神仏集合とか天皇の利用とか
古神道、広告天皇論、いろいろ考えてきましたけど、まあここは偽りなく昔からあったと、そういうような形ですね。いろんなことを考えてちょっとお参りをしていきたいと思います。できる時に放送します。どうもありがとうございます。若宮さん、やっぱり八幡宮なんですね。僕ら若宮さん若宮さん言いますけどね。じゃあまた放送します。ありがとうございます。